岸岳は愛知県小牧市小牧4丁目827にある町屋、小牧市指定有形民族文化財、屋根紙を有している。かつて岸岳は岡島生園を名乗っていた。江戸時代後期の天保年間、岸田七園文府が東葛郡小牧村で代々庄屋を務めていた江崎家の養子氏となり、以後は岸岳が幕末まで 小牧村の庄屋を務めた。その後、江崎七江門は、天保川改作などの事業も手がけている。高架三年には仮想図が作られ、安政三年には再度仮想図が作られた。明治維新後の岸田家は、竿ばかりなどの販売も行っていた。現在の岸田家当主は岸田宗記である。正確な建築年は不明だが、19世紀初頭頃に、 岸田屋主屋が建てられ、天保年間に改装、増築を行っている。明治時代初期には再び改装されたが、1891年10月28日に起こった農美地震で被害を受けた。1988年3月23日、小牧市有形民族文化財に指定された。2000年度から2001年度にかけて、小牧市の指定文化財修理費補助金対象事業で、 町屋が修復、復元された。屋根上、岸岳の町屋は19世紀初頭に建てられたとされている。当時は、母屋として利用されていたほか、小牧宿の脇本陣の役割も果たしていた。またすぐ隣にはかつて、小牧御殿や大干所があり、現在も目の前を走る道路は、かつての旧、上海道である。現在残る建物は、2000年度と2001年度の、 小牧市の指定文化財修理費補助金対象事業で、江戸時代後期の姿に修復、復元されたものである。1988年3月23日、小牧市の有形民族文化財に指定された。岸岳には、現在も居住者がおり、見学の際には、事前予約する必要がある。かつては、母屋の他に、別の建物や土蔵もあったが、現在は、母屋のみである。 岸田や町屋の側面とポケットパーク岸田や町屋北側にはポケットパークが整備されており、小牧宿、小牧御殿、大館所などの解説版が設置されている。2台分の駐車場がある。ありがとうございます。